坊部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では205番目に置かれる。坊字はカエルの一種を指す。字音は棒。古文献によると引きガエルに類似するものの、水のあるところに住む種とされ、赤ガエルではないかと考えられる。字が尺魚に、千書。水にあるものは、棒とあり。その、刀身の各白中には、一名、千書。 ガマガエルに似て陸地にいる。その水にあるものは棒になずく。一名、工房、一名ドガも、青ガエルに似て、大福とある。また、棒で、買わず一般を総称した。なお、棒字は多音字であり、その他、瓶という字音では、瓶弁、努力するという意味で使われ、また、弁という字音では、棒地という骨名に用いられた。棒地は、 現在の河南省三門教市ベンチ県であり、戦国時代、昭和の死没地として知られ、また、ベンチ県の行商村は、行商文化の遺跡が発見されたことで知られる。その字型はカエルを上から見た形にかたどっている。その焦点の字型は、蛇の象形である、太字と頭部が共通しており、それに手足である、が左右についた形である。 変貌のイフとしてはカエルやカメに関することを示し、そのほとんどはその種名を表している。カエルよりもカメに属する動物の字を作ることが多い。ボーはこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。ボ字の標準自体は地域によって差異がある。印刷書体において、後期時点はボの中央右の縦角の終端を左の釣り針につける形をとっており、 中国、日本はこれに従う。一方、台湾の国字標準自体、香港の常用アザージ形は、縦角の終端を、世の一番下の横角先端の部分につけ、吊り鍵型の画からは話している。中国の関体字ではこれを、に、簡略化して用いている。某、ありがとうございます。